どうも、ねずっちです。本当毎日暑いですけどね、昨日群馬県の伊勢崎市ではですね、40度を超える 40.5 度を記録したんだそうです。でまたね、夜になってもですね、なかなか気温下がらなくてですね、いわゆる30度をね、深夜でも下回らない超熱帯夜っていうのがね、いろんな場所であったっていうんですけどね、なんでしょうね、超熱帯夜、もう聞いただけで嫌ですけどね、言ってみれば非売品と一緒だね。どういうことかって、寝つけない、寝つけないっていうね、僕がね、聞いた話だとね、寝つけない場合ね、水泳をやったらいいらしいですよ。水泳をやるとその夜ぐっすり眠れるって言ってましたね。スイミングだって。ねずっちです。また。